日本大学保健体育審議会、日本大学ラグビー部日本大学保健体育、審議会ラグビー部は、関東大学ラグビーリーグ戦、グループ一部に所属する日本大学のラグビー部、略称は日大、愛称はハリケーンズ。試合前に、高化成唱をする日本大学の選手たち関東、大学ラグビーリーグ戦創設の中心となったチームの一つであり、これまで、関東大学ラグビーリーグ戦、 優勝3回、大学選手権では4度ベスト4に進出している。1928年に創部、大学選手権が始まる前の1960年度に、学生王者として、日本選手権の前身である、日本協会招待、NHK 配送脱ラグビー大会に出場した、経験を持つ。1967年、関東大学リーグ戦の発足に伴って、リーグ戦グループに加盟。 2006年、部員の不祥事により2部へ降格。2007年、2部で優勝するとともに、入れ替え戦にも勝利し、1部に復帰。2009年、加藤博久がヘッドコーチに就任。2014年、1部リーグがないとなり、入れ替え戦に敗れて3度目の2部降格。2015年、2部で全勝優勝。入れ替え戦にも勝利し、1部に復帰。このシーズンは河、 松誠一郎ヘッドコーチ大行が指揮を取った。加藤 HC は人気満了で退任。2016年シーズンは中野克美ヘッドコーチ、伊藤武市チーフコーチ、川松誠一郎がゼネラルマネージャーに就任。2020年1月20日、東京都渋谷区の路上で大麻を所持したとして、警視庁原宿署は21歳の部員を大麻、取締法違反容疑で逮捕。 これを受けて、無期限活動停止を公式ホームページにて発表した。年はすべて年度。近年のチームの戦績は、以下の通り。なお、大野人氏は、東部ではなく、福島県郡山市に所在する、工学部のラグビー部出身。東京都稲城市坂浜18の1382の、1東京都稲城市、平尾技12の1342、日本大学ラグビー部不祥事の件について、 日大ラグビー部、無期限活動停止、大麻所持容疑で、部員逮捕、アメフト部に続く不祥事。スパニッキーアネックス、スポーツ日本新聞社。https、www. スパニッキー COJP、スポーツ、ニュース、2020、01、21、記事、2020万1 2 0 s 0 0 0 4 000 4 0 0 4 5 0 0 CHTML2020 年1月21日、閲覧、部の不祥事で、リーグ戦残り試合及び再開に伴う、入れ替え戦を辞退したため、ありがとうございます。